ハピセラ TV。 これ聞いてる人が癒されるんじゃない？たくわん、たくわんです。どうかな、こっちは流れそうな気配あるんだよ。うん、あるある、うん、これで止めていいか、だいぶ刻みたくわになってきたと思うんですけど、うん、音が変わってきたね、うん、した方がいいんだよ、ね、変な意味ね、うんうん、動画で撮らなくてもいいけど、肋骨じゃん、アバラちゃん激急に、ね、今なんか立ってる可能性あるんだよね、本当この辺ってでも結構くっつくよね、うんうん、反対かとか、うん、こっちもすごい、うん、そういうことなんだね、うん、多分ね、痛いって言ってました、すごそうですよね。上に上がってきちゃってるのかな。
でもすごい上に上がってる感じはしないですよね。まあそう、うん、足に行ってくれるのが嬉しいね。マジ足。なんかね、やっぱ、うん、なんか乳酸がこっちに溜まるんだけど、それを流してもらうみたいな感じで、ね。すごいいいね。やった。どうだ。すごい顔になってる。これどうだ肩。肩だ。すごい顔になってるんですけど。定位置に持ってってからね、チェックはそっち。もう足りないんで、お客さんに手伝ってもらうしかなくて、うん、だからあ、いいのいいのよ、うん、
上げてきてくださいとかね、ま、回せます回せる。私も負けないようにしなきゃいけないですよ、この人で筋トレしてるからちょっと位置にずらすね、ちょっといかがして、はい行ったはい、OK、やります。もう前から映されるからな、ぼかし入れないといけない、乳首 NG いやんみたいな、いやん、いやん、バカンお、抜けたか、最後お払いしてくださいね、うん、すごいね、お祓い水術最後お祓い水術ネクスト、はい、アロマ受けた後のチェックです。ちょっとミキティがね、お客さん入っちゃって今行っちゃったんで、ちょっと白子さんに、平子さんに、はい、あ、どうですかね、あ、抜けてるな、ないな、あ、本当ですか、いや、本当にあの、なんとなく氷がまだちょっとはあんのかもしれないけど、菌がない、あ、うん、菌がない、よかった、さすが、さすがミキティだね、ミキティでした、なんかアロマの達人だよね、ミキティね、素晴らしいっす、ね、ね、よかったです、ね、ちょっとまた同じように最初と同じように腕の動かしてで、ちょっと、はい、前がまあこれ横から、横から全然楽、あ、うん、全然楽よ、あ、行きやすい、全然楽、ちなみに左ちなみに左あれ、あ、でもさっきより行く、 あ、三角筋痛くない、あ、こっちから、こっちからが、こっちからが、あ、痛くない痛くない、マジで、あ、やった、痛くない痛くない、こっちからです、ほぐしの力じゃないのまあまあ、両方あのミックスで、あ、両方抱き合わせで、抱き合わせで良かったなと、あ、マジ痛くないよ、あ、すごい、あ、痛くない、全然、あ、金が取れた、本当によかった、最後、首狙ってましたね、首やってましたね、やってましたね、あの首から下から、そう、実はさっきちょっとね、そうですね、あの白子さん終わった後にね、ちょっとここ痛いんだからなんで首やんないのって言ったんだよねもうオイルに任しましたやるかな、どうかなっていう話をしてたら、やっぱしっかりやってましたね、はい、あとね、ミキティすごいなと思ったのは、うん、やっぱね、あの仰向けになったじゃないですか、もうちょっとちゃう、いや、ミキティすごいなと思ったのは、はい、仰向けになった時に最初右をこうしてここを出して、うん、ここの辺やっぱ辛いとこ噛むね、その後このまま終わったらこの筋取れてないのよ、っていうのは反対こっちをやって左をやることによってこっちが緩むのよ、ああ、なるほど、そう、だから先に辛い方からやって、辛くない方で終わってっていう順番が大切ってことが言いたいのは、これ反対やったらね、左からやって右で終わっちゃうとダメ、あ、先にこう、そう、幹部からやって、はい、こう張る状態が作られてるわけ、はいはいはい、それで最後こっちになるとここが緩んでる状態で作る、うんうんうん、それを長くこの状態を作ってあげながら左を狙ってんだけど実はこっちも緩んでいくよっていう、おー、素晴らしい、そうなのよ、その順番が大切、いや、ミキティアロマ達人だね、すごかったね、最後足で終わったのが素晴らしいですね、全身をやりましたね、もう、そう、そういう感じになっちゃうんだよね、受けてる方が実は上半身しかやってないんだけど、最後こっちの方にね、なんちゅうのあれがたまんない、あの受けてる、あ、受けてる上ばっかりの感じで終わって消化不良な、そう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 いう感じがあるんで、うん、最後足にで、なんかダダダダダダーとかさ、あ、やってました、やってました、あれさっぱりするね、あと最後音が
なんであんないい音だろう。いや私あそこまで出ないんですよね。いや俺も出ない。そこまでいい音ってなかなか出ないよね。この練習も次回ミキティに、ミキティに聞いてね、あんな音出ないよね。すごい達人だよ。パタ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 パコやってましたね。すごい。パコ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 。よかった。ほんとマジで金がない。いやこれ本気のアロマ施術だね。じゃあね、いややってましたもん。本気でしたね。でもねミキティね、これ結構これからアロマ講座やっていきたいんで全部出さないでって言われちゃったんで、あのちょっとぼかし入ったりちょっと早送りになっちゃうシーンがちょっと私編集するんで出ちゃうかもしれないですけど、全般的にはね、あの見れると思うのでぜひご覧ください。はい、ということで今回はのぶちゃんのね右肩こりを本気で取ってもらおう、ほぐしバージョンとアロマバージョンでした、はい、いや結果オーライです。よかったよかった。ありがとうございました。またいはい、じゃあ皆さんももし何か気になったらね、コメント高評価もねポチッと、あとねまだねチャンネル登録されてないので半分ぐらい見てるっていう集計が出てるので、ぜひしょうがないかと、チャンネル登録してあいやろうかという気持ちで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしま す, しいします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。